ものづくりをする人たちが集まってる町、いいな。サベリオさん、少し時間をもらえるか。これはこれは、組合長代理に錬金術師殿まで。ついに我がガラス派への合流を決心してくれたのか。いえ、そろそろ錬金術の参考にそちらの技術を学ばせてもらえないかなと。なるほど、ついに来たわけだね。やっぱり調子のいいお願いですか。いや、むしろあなたには積極的に学んでほしいと俺個人は思っている。しかし他のガラス派の交渉にもライザさんの力を見せつける必要があるのですね。そう、我々は交渉すべてを公正に扱わねばならない。それが新しさの芽吹く場を守るということだ。故郷を思うとどうにも耳が痛いな。空間島も変わってきてるよ。それで公正に扱うってのはどういう意味です？平たく言えば、あなたがここで教わるのは悲劇や縁故からではないと周囲に示せばいい。平たく平たく言えば、文句を言わせないくらいすごいことをしろと。また何か調合します？俺はあなたの腕前をもう知っているし、今度は交渉たちにアピールできる派手な功績がいい。具体的には？硬質ガラス製造に必要な鉱石を取ってきてもらいたい。正規の彫像作成には絶対に必要だ。シンティラ鉱石ですか。あれはクレリア地方でも限られた産地でしか。貴重な素材ということか、ライザ。うん、そういうことなら話は早いね。待ってて、お望みのものを持ち帰ってくるから。お互いのためにいい結果を望むよ、錬金術師殿。採掘場所を伝えよう。なんだ？鉱石が取れるっていう洞窟は。あ、どうも、こんにちは。職人との挨拶は大切。アルベルトさん、二人をお連れしました。これはどうも、二人揃ってお越しとは。正規の彫像を我がハニーとのお達しかな。アルベルタ、またそのような。冗談だ、組合長代理。ただ我らは常に期待に応える用意があると示したいだけだ。今日は私の用事なんです。錬金術の参考に技術を学ばせてほしくて。おお、ご決断なされたか。喜んでお教えしよう。え、そんなあっさりと。伝統の技術をいいんですか？意外か。我々は確かに古き伝統を守る側だが、だからといって排他的でいるつもりはない。錬金術師殿が我が派の心を継ぐにふさわしい人となりであるのなら、技を伝えることに躊躇はない。それじゃあ。ただし、伝えるにも一定の手順は踏んでもらう。あなたの交渉としての力を見定める、いわば儀式だ。自分で目利きした魔石を持ち帰っていただく。
伝統の技を継ぐにふさわしい感性があればできるはずだ。うん、そうこなくっちゃ。ルジャーダの魔石ですか。ということはルジャーダの結晶を使う気なんですね。ああ、正規の彫像作成には本気で取り組む。できれば錬金術師殿も加わっていただきたいのだが。まあその話はおいおい。すげえ鉱山だ。これだけ豊富な採掘資源があるってのは少し羨ましいな。ここがいいな。滝がいくつもあるな。こういう場所気持ちよくて好きだぜ。この辺りでも鉱石が結構取れるんですよ。よければ採取してみてください。これも使えるのか。冒険が俺たちを呼んでるぜ。ちゃー、さあさあ集めちゃいましょうね。みんな行くよ。フェデリーカ、一緒に行くよ。よろしくお願いします。ライザさん、見えた。はっ、行けない。待て、かな、行け、行けよ。あらら、楽しみ、ま、この程度余裕よ。うちの実家にもよくわからん美術品が大量に飾られてるんだよな。モリッツさんはそういうの好きそうだよね。どうだ、猿
ルドニカの工芸品も売り込んだら買ってくれるでしょうか。ライザなら有効活用してくれるよね。どんな素材も無駄にならないからね。とりあえず集めておくか。よっ、いいもの手に入るかな。石はかさばるし重たいんだよな。こういうのはみんな敵だよ。フェデリカさん、届いて。準備はいい？一緒に戦いますよ。クラウディアさん、もう一年行きます。始めるよ。大盤振る舞いよ。はい、まだいける。これで終わり。わかりました、ライザさん。はい、そこもう一度。これで終わって。ライザー、私に任せて。ただの扇と思わないでくださいね。今なら鍵が作れるかも。行きます。まだいける。捕らえた。どれにしようかな。いっけー。あたしたちのか、まだまだ強くなれそうね。強くなっちゃったみたい。強くなれた気がする。強くなれたみたいだ。まだまだ強くなれるぜ。始めるよ。いっけー。当てるよ。はい、決める。わかりました。大丈夫、私に任せて。見えた。これでもう一度。これで終わって。これでおしまい。届いて。やるよ。今なら鍵が作れるかも。はい、私たちの勝ちだね。まだまだ戦えるぜ。あの谷を照らしてる光はこの岩だったのか。どういう仕組みなんだ。中を見れば多分で、しないしない。さすがにそんなことしないからね。よっ、見つけた。
て行ってみよう。悪いが、また今度だ。敵です、注意してください。フェデリーカ、やばくなったら言えよ。レントさんの足手まといにならないよう全力を尽くします。ドライバー叩いて。どれにしようかな。大盤振る舞いよ。ライザー、一丁やってやろうぜ。もう一度、レント私の戦略だよ。分かりました、ライザー、私に任せて。はい、まだ行く。私の戦略だよ。よろしくお願いします。フェデリー、ライザーさん、まだ行け。フェデリーカ、これで終わりよ。止めちゃいなさい。完全な、叩いて。まだ行ける。風の力を撃つ。みんな、お疲れ様。ここも地図に記しておこう。さて、どこで使えるんだか。工芸品を鑑賞してると、私もいろいろ刺激を受けるよ。別のジャンルに触れてみるのは面白いかもね。うんうん、今度絵画とかも見てみようかな。貴重なものが見つかりそう。少し見て回りたいな。えいっ、どうだ。石は様々な用途に使えます。どうだ、集めておきましょう。鍵が役に立ったね。見つけた。あ、発見。Thank you.
発見。水晶の採掘をしていた洞窟です。私が生まれる前からあるんですよ。サベリオさんが言ってたのはこの洞窟だよね。慎重に進もう。僕たちの出番だね。せーの。すげえ。これなら誰でも簡単に水晶の採取ができそうだな。サルドニカの街並み素敵だよね。ありがとうございます。って私が感謝することでもないですね。自分が住む街が褒められたら嬉しい。いいことなんじゃないかな。どうだ。下手に採取するのも怖くなるくらい綺麗な水晶だらけだな。刺激すると落ちてくるかもしれん。気をつけろよ。せーの。これで必要な数は揃ったね。町に帰ろう。それ。職人との挨拶は大切なんです。サベリオさん、シンティラ鉱石を取ってきましたよ。おお、さすがだ錬金術師殿。これほどの成果があれば誰も文句は言うまい。じゃあ。ああ、全てを一朝一夕に伝授することはできないが、まず基礎的なところから順を追って教えよう。やった、お願いします。
庫って暑い。お疲れ様です、ライザさん。どうやらうまくいったようだな。うん、これから滞在中にガンガン学んでいくつもり。それと新しい依頼も受けちゃったよ。たった今採取したものでか。サベリオは相変わらず気が早いですね。どんな内容の依頼なんですか？それが錬金術で分厚い板ガラスを作ってくれって。錬金術で板ガラスを？うん、新しい技術は何でも試してみたいんだってさ。錬金術もあの人にとっては新しいものなんだね。私にとってもそうですよ。新たに接した驚異的な技術としか見えません。立場によって見方も違うということか。よし、それじゃ錬金術の力を存分に見てもらうとしましょうか。大きな鉱山があるなら鉱石取り放題よね。入れる場所はどこに入れよう。どれにしようかな。レベルアップ。入れる場所は何？入れる場所はレベルアップ。入れる場所はこんな感じ。よし、いけ。何作る？できた。ガラス派の作業場まで届けよう。なんだ？ガラスや石のぶつかる音がすごいな。それだけ職人が多いってことか。これで大丈夫ですか？これで大丈夫？はい、どうぞ。これが錬金術で作ったシンティラのガラスです。ありがたい。通常の製法との違いを調べることで我々はまた一歩新しい未来に近づける。ガラス派の人はいつも楽しそうですね。それを聞いたらますます楽しくなるな。まあ町にはこの弾む心地を解散無粋者もいるがね。なるほど。この新しいガラスにかけて世紀の彫像制作を射止めてみせよう。錬金術師殿にはぜひとも組合長代理に我らガラス派を推してもらいたい。よろしく頼む。直接的なのは嫌いじゃないけど考えときます。